この時間は、サイピーの選んだ日です。何ですか私の選んだ日は、暇つぶし。お。暇つぶしです。暇つぶしか。なんか、この仕事をしてると結構、間に空き時間が空いてるじゃないですか。ね、で、その時に、何をしたらいいのかなと思って。うん、何してんのいつ,いつも。いつもいつもは、寝たり。うんうん、確かに。<laughs> そう、するんですけど、ねうん、なんか、 何やろ何が一番有効なんかなと思って。確かに。時間ってさ、そう。タイムイズマネって言うだけあって、本当に大切なの。大切。うん。時間をね、そう何に捧げるかですよね。なんか無駄にしたくないっていうのがある分わかるわかる。そう何やろな。何してますか空き時間。私うん。寝る寝る寝てるやっぱり。寝てるかない。うん。確かに無駄やな、それは。そうなんですよ。 だから映画とかもあるし、小説とかも。普通に、その空き時間の時間にもよるけど、普通に映画見に行ったり、まあ、普段行かないメンバーとご飯行ったりもたまにするし、そうやな、なんかいろいろする。でも絶対私、時間があれば、外に出れる状況なら、結構行動的やから、一人で、 どこでも行けるから。一人でも行けるうん。へ全然どこでも行くかな。なんか、ちょっとの時間でも美容院に行ったり、やっぱそういう時間でしか行けへんから。そうですよね、空き時間。行ったり、ネイルサロンに行ったり、ううね、そう、いうね。そうですね、気アしに行きますね。うん。どうサイピはそう、サエピ。悩んでの何したらいいかなそうなんですよ。なんか、なんやろ。M も、 結構みんな、外に行かなくて。そう。誘ってもあんまり乗り気じゃないっていうか。なんか、朝行こうやって言っても、あ、買ってきて、みたいな。そう。え、じゃあさ、うん。休憩時間あったらさよ一緒にいろいろ行こうよ。そう、行きたいんですよ。だから。そうそうそう。てきてえ、どこ行くんですかいつも。私は、空き時間なんか美容の、 美容系とか、本当に美容室とか。行きたいんですよ。うん。まあ、後で話そう。何言ってるか。うん。いろいろ教えるから。教えてほしいんですよ。うんうんじゃあちょっと、行き楽しみ。う。にして。楽しみにして。楽しみにして。て。たよね。うん。はい。というわけで、サイピーの暇つぶしについてのトークはここまでです。この後、火がつく無茶ぶりトークもありますので、お楽しみに。